では、お時間になりましたのでセッションを始めたいと思います。この時間は金谷武明さんで、Google 検索最新情報2018ワードキャンプ版についてお話をいただきます。では金谷さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。Google 検索最新情報2018として、モバイルファーストインデックスからスピードアップデートまでいろいろお話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日ちょっと情報量が多めなので、サクサクいきます。まだ映ってないです。画面が向こうに出てないです。はい。じゃあすみません。特にですね、話題がないので、淡々といきたいと思いますが、ちょっと簡単にですね、今日のハッシュタグ、先ほどの、公式のものと一緒ですけれども、今日のハッシュタグは WCO 大阪2018と、この辺のハッシュタグは WCO2018 のアンダースコアの 8F で、あとで僕が見やすいのは多分下の方かなと思いますので、よかったら下の方のやつで、ツイッターであったり、何かソーシャルに投稿していただければと思います。なんか感想であったり、ご質問であったり、そういったものをいただければ、なんか会議にですね、見てコメントしたいと思います。というわけで、このハッシュタグは皆さんお手元にありますので、なくなるところに入っていると思いますので、あと、結構いろいろ話をサクサクできますので、スライドは撮影していただいて OK です。ただ、スライドをソーシャルに投稿するのをちょっと控えていただくといいなと思います。僕をこの辺だけ写して、なんかスライドに、スライドじゃない、ソーシャルとかに投稿していただくのは全然いいです。はい、というわけで、ここから内容に入っていきます。そうだ、その前に、ちょっと軽く自己紹介したいと思います。今まで僕のセッションとかに参加したことある方ってどのくらいいらっしゃいますか？ちょっとよろしければ挙手を。ありがとうございます。 5% ぐらいですか？その方が新しい方々とお会いできてよかったなと思います。ちょっと簡単に自己紹介しますと、今 Google 合同会社の中でサーチクオリティチーム、シニアサーチエヴァンジェリストとしてこうして検索についてのエヴァンジェリストをしております。エヴァンジェリストって何かというと、僕の目指しているところは、検索結果の品質の改善、つまり、ユーザー、検索ユーザーが探している情報にたどり着きやすくする、そして、インターネット上に、有益なコンテンツそしてをたくさん増やすと、そういったことを目標として活動しております。であとですね、個人的には今 Google はもう12年目に入っておりまして、最初は AdWords の一担当者として活動して、2年半ほど経った後に検索のチームに来ておりまして、検索結果画面、AdWords と検索と両方とも担当している、少なくとも Google の日本人というのはここにいないので、多分検索結果画面を一番理解している人間なんじゃないかなと、人間というか日本人ですね、ではないかなと思っております。で前職はゲーム会社の EC サイトのディレクターもしておりましたので、ウェブマスターとしての経験もあって、皆さんが、検索に対してどのような感覚でいるかというのも、僕も一応10年以上前になりますけれども、なんとなく覚えております。理解しているつもりでおります。あと、じゃあどんな活動をしているかというところをちょっとご紹介すると、こうしてイベントに登壇して、検索についての正しい情報を皆さんにお伝えしたりですとか、また、あとでちょっとご紹介しますけれども、ウェブマスターフォーラムやウェブマスターオフィスアワーということを通して、検索についてのご質問にお答えしたりですとか、あとは公式情報をウェブマスター公式ブログで発表したりですとか、あとトピックとしては、サーチコンソール、そして、モバイル、いわゆるモバイルフレンドリー、モバイルファーストインデックス、いわゆる SEO、ランキング的なご質問ですとか、あとは、HTTPS、そして今日もお話しします、スピードアップデート、そして AMP、PWA、こういったトピックについて、いろいろお話をしております。でこうした情報について、特にですね、ウェブマスターオフィスアワーなんかはこの僕の個人的なツイッターアカウントでですね、結構アナウンスしたりしてますので、よかったらこのツイッター .com のジャンピングニードところを
ご覧いただければと思います。というわけでもう一回言いますよ、すみません、スライドを撮影しても大丈夫です。ただソーシャルに投稿しないで、そのまま投稿しないでくださいということで、ですのでサクサクいきますので、皆さん撮影しておこうという時はささっと撮ってください。はい、というわけで本日のアジェンダです。まず最初にワードプレスと Google の取り組みということで、ちょっと少しお話をしたいと思います。そしてその後に、Google 検索の最新情報として、モバイルファーストインデックス、そして新しいサーチコンソールのベータ版、そしてスピードアップデートについてお話をしたいと思います。で最後に、Google、皆さんが今後 Google 検索について何か疑問を持った場合にどうすればいいかといった話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、まず最初に、Google と Google のワードプレス関連の取り組みです。で今、Google としてワードプレス関連で一番大きく取り組んでいることは何かというと、アンクのプラグインを、Google だけではないんですけれども、このワードプレスのコミュニティの皆さんという方が正しいですか、と一緒になって開発をしております。Google のエンジニアも参加しております。で今回ですね、このArc for WordPress というプラグインが、今最新バージョンが 0.7.1 まで来ています。まだ、とはいえまだ 0.7.1 ですので、まだまだ 1.0 にはとても遠いんですが、今このような感じでですね、今このサンプルサイトもありますので、よかったらぜひご覧いただければと思うんですけれども、ampdemo.xwp.io という、このサンプルサイトは、今この 0.7.1 で実装されていると思うんですけれども、結構ですね、おそらくアップをご存知の方は、かつてのアップは割と静的なページ、動きのないページで割とデザイン性が低いというような印象をお持ちの方が多いんじゃないかと思いますけれども、今ですね、アップは相当進化が激しく、相当動きのあるページ、見た目も非常に美しい感じのページが作れるようになってきていて、そしてこのバージョン 0.7.1 では、いわゆるカノニカルアンプ、英語でいうところのネイティブアンプ、あと多分日本だとスタンダードアンプなんて言い方もしますけど、いわゆるデスクトップバージョンも全てアンプで構築したアンプがこのプラグインで作ることが可能となっております。このバージョンからですね。ただ、なんかプラグインを導入してスイッチをポンと押せば簡単にできるというよりは、ちょっとですね、テーマが限定があったりですとか、1行加えなくてはいけないんですけど、少し制約があるので、何か本番のサイトでいきなり試すというよりは、何かテストを、テストサイトなどで試してみるとか、何か一度テストされるのが、で、見ると、アプリに関心がある方は、ぜひ一度試してみていただければと思います。そしてですね、今、最新の情報としては、このアップの、このバージョン 1.0 というのは、まだこれ公開されて、このサイトは公開されています。そちらの URL で公開されていますけれども、こちらですね、1.0 がもうすぐ公開されるはずです。でこの 1.0 に関しては、もう本当にですね、ぜひこのサイトを直接ご覧いただければと思うんですけれども、やっぱりスタンダードアンプ、カノニカルアンプ、ネイティブアンプとなっていますので、デスクトップで見てもすごく動きも滑らかで、背景が少し動きがあったりですとか、すごく美しく作れることに加えて、グーテンベルク、ワードプレスの新しいエディターとも、きちんと、なんていうんですかね、対応していると。いうことで、もう最新のワードプレスの環境ですぐにお使いいただいて、そして美しいアンプサイトが作れるようになるというようなところを目指して今開発中となります。多分ですね、もうすぐ発表するんじゃないかなと思いますが、ぜひこちらですね、このサイトをぜひご覧いただければと思います。で詳しい情報は5月にGoogle I/O というイベントがありまして、Google の開発者向けの大きなイベントがあるんですけれど、そこで、この下のですね、Make Your WordPress Site Progressive というビデオがありまして、こちらのビデオの中でいろいろご紹介しておりますので、ここに至るまでの道ですとか、今後どういうことを考えているかみたいな話を結構いろいろ話してますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。ただし、英語となります。はい。というわけで次に。いきます。
というわけで、ここからはですね、通常のと申しますが、Google 検索の最新情報に行きます。まず今日はですね、モバイルファーストインデックス、新しいサーチコンソールのベータ版、そしてスピードアップデートと3つお話しします。まず最初にちょっとお伺いしたいんですけども、ワードプレス、お持ちの方で、レスポンシブウェブデザインじゃないって方はどのぐらいいらっしゃいますか？レスポンシブじゃないよ。お、1、2、3。お、すみません、ちなみにどうなってるレスポンシブではなくて、モバイルバージョンがない感じなんですか？あ、なるほど。ありがとうございます。やっぱりそうです。あ、デバイスで分けてる。あ、なるほど。あ、ワードプレスでも結構デバイスで分けたりもされてるんです。なるほど。ありがとうございます。これでも 3人ぐらいだと思うんですけど、3名ぐらいだと思うんですが、基本的には、ワードプレスの場合はレスポンシブの方が多いと思いますので、あ、そう、一応聞いてみようかな。レスポンシブの方がどのぐらいいらっしゃいますか？まあ、そうですか。ありがとうございます。ほとんどの方がレスポンシブということで。まあ、レスポンシブの方は基本的には大丈夫だと思います。ただ、まあ、そもそも皆さんが運営されているサイトはワードプレスだけではない方もいらっしゃると思いますし、モバイルファーストインデックス、MFI って結構話題にはなっていると思いますので、それが何かっていうことが興味があるかなと思いますので、ご説明したいと思います。でまず最初に、今日この項目とこの後の、サーチコンソールの話を理解するにあたって、ここの検索の仕組みの理解が結構必要ですので、ちょっと簡単にこの1枚のスライドでご説明します。この検索の仕組みは、検索はなんとなくユーザーを連れてきてくれる謎 のサービスみたいに感じている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、全然そんなことないです。極めてコンピューターサイエンスに基づいて機械的に行っておりまして、このような4つぐらいのステップに分けてご説明します。まず最初に、プロセスとしては、何か Google が何らかのページを検索結果に配信するためには4つのステップがあります。まず最初は、そのページを知る必要があります。それをページの発見、ディスカバリーっていうんですけれども、まずページの発見というプロセスがあります。何らかの形、まあ、通常はサイトマップなんかに登録された、サーチコンソールに登録されたサイトマップで知ることが通常だと思いますし、他にも Google が何らかのページを見に行ったときに、そこからリンクされているリンク先なんかはそこで知ることができます。こうしたまずページの発見というプロセスがあります。そして次にクロール。今度は URL の存在を知った後に、そのページの情報を見に行きます。これをクロールと言います。情報を取得しに行って、そのプロセスをクロールと言います。この後クロールをする、ソフトウェアの話になりますので、このクロールというプロセスを覚えておいてください。情報を取りに行きます。で、今度は取ってきた情報を整理して、この整理する作業のインデックスというんですけれども、そのインデックスサーバーというところに登録します。それを、ひっくるめてインデックス、いわゆる作品ですね、百科事典の作品を作るようなプロセスがあります。情報を取りに行って、クロールで取りに行って、インデックスのプロセスで情報を整理して、ここで初めて検索結果を配信する準備ができます。ここで検索ユーザーがキーワードで検索して、Google は検索結果を配信するために、インデックスサーバーの中を見に行って、その検索したキーワード、キーワードと関連性の高いページを上位から関連性が高い順に10個表示するのが検索結果の配信、ランキングを行うわけです。今日このクロールとインデックスの話は結構出てきますので、ぜひこうプロセスがあるんだということをちょっと頭の片隅に置いていただければと思います。で、MFI の話です。モバイルファーストインデックスです。で、このクロールをするソフトウェアのことを Google のソフトウェアを特にですね、Google Bot と言います。でこの Google Bot は2種類の Google Bot がありまして、左側がデスクトップ用、PC 用で、右側がモバイル用ですね。デスクトップ用の Google Bot とモバイルのGoogle Bot が2つあります。でこれまではですね、実はこのデスクトップ用の Google Bot がメインでした。このメインだったというのはどういうことかというと、先ほどお話ししたクロール、インデックス、そして検索結果の配信というプロセスの中で、クロール自体はデスクトップのページはデスクトップのクローラーが、そしてモバイルのページはモバイルのクローラーが行うんですけれども、この後のインデックスは実はそれぞれ別々に持つのではなくて、一つだったんです。このデスクトップのページとこのモバイルのページは共通だということを Google が認識した場合に、そのモバイル、デスクトップのインデックスを、デスクトップのクローラーが取ってきた情報で作るのは、
当たり前かなと思うんですけど、モバイルの検索結果も実はデスクトップのクローラーが取得してきた情報を使って検索結果を配信していました。インデックスを作って検索結果を配信していました。大丈夫ですか？モバイルの検索のインデックスと検索結果の配信に使っているデータはデスクトップのクローラーが取ってきた情報を使っています。ですのでここで一つ不都合な状態がありました。どういうことかというと、通常ですね、この画面からなんとなくお分かりいただけます通り、まあ、PC 版のページの方がモバイル版よりも情報量が多いケースがあります。割と一般的だと思うんですけれども、モバイル版ではコンテンツを少し削ったりですとか、パラグラフを一つ表記表記にしたりですとか、モバイルには表示されていないコンテンツがデスクトップにあるみたいな状態が、まあ、割と一般的かと思います。そうした場合にデスクトップにしかないキーワード、デスクトップにしかないコンテンツの部分で、モバイル端末、まあ、スマートフォンでユーザーが検索した場合も、結局、インデックスはデスクトップのクローラーが取得してきたコンテンツで作っておりますので、モバイルのスマートフォンで検索した場合でも、そのスマートフォンで、そのデスクトップにしかないキーワードで検索した場合でも、検索結果が表示されうるんです。ところが、実際に開くページはモバイルのページが開きますので、ユーザーは自分の探している情報にたどり着けないわけです。検索結果にそのデスクトップのコンテンツを元にして、まあ、インデックスは作られているので検索結果に表示されるんですけれども、開いたページにはその情報がありませんので、実際にはユーザーはそのページにたどり着けません。で、今はもう3年ぐらい前からですね、 Google 検索はモバイルの方がユーザーが多いんです。モバイルの方がユーザーが多いにもかかわらず、そうした不都合が、要は大多数であるモバイルユーザーの方がそうした不都合な状態、不便な状態になっているということで、これを逆にしてみてはどうかという発想になりました。というわけで、これからはこのモバイルのクローラーが取得してきた情報を使って、デスクトップのインデックス、ランキングを作りますよと、これがモバイルファーストインデックスです。この今までの、まあ、デスクトップ用のクローラーとモバイル用のクローラーの役割を全く逆にしようという動きです。で、この詳しい情報はですね、まあ、過去にブログとして3つ出ておりまして、そしてこの詳しい実装方法のポイントなどはデベロッパーサイトもありますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。でこのポイントだけ少しだけご紹介しますと、こんな感じです。で基本的にはデスクトップ版のみ、またはレスポンシブウェブデザイン、そしてカノニカルアップ、ネイティブアップの場合には特に問題はないです。皆さんいずれ全てのサイトが一気に移行するわけではない、すいません、MFI はもうスタートしております。移行しているサイトには通知もお送りしていて、こうした移行についてはおそらくデスク、あ、すみません、おそらくではなくてデスクトップ版のみ、そしてレスポンシブウェブデザイン、カノニカルアップの場合は特に問題なく移行されます。で、ちょっとご注意いただきたいのは、別々の URL または同時な配信の場合です。この場合にはモバイルサイトにはパソコン用のサイトと同じコンテンツを含める必要があります。そして、あとですね、こちら の構造化データ、メタデータ、画像のオートテキストといったデータがですね、モバイル版が省略されているようなケースが結構多いんです。で、そうしたものがきちんとモバイルでも実装というか、マークアップされているかどうかということをぜひ確認してみてください。これまでは、デスクトップのデータを使ってモバイルでも表示していたので、例えば、リッチリザルト、リッチスニペットなんかは表示されていましたけれども、そうした構造化データもモバイル版の方にきちんと実装していないと表示されなくなります。でも3つ目は、まあ、注意事項としては、カノニカル、まあ、いわゆるモバイルとページとデスクトップページの相互のアノテーションは特に変更する必要はありません。モバイルがカノニカルになるからといって、そのカノニカルの向き先を変える必要はないです。変えなくていいです。そしてもう1つですね。多言語、まあ、立ち行きサイトを運営されているようなケースでは、この HF ランドはここ一つだけ変更があります。
デスクトップのページはデスクトップのページに、モバイルのページはモバイルのページにアノテーションを向けるようにしてください。でこちらはですね、先ほどのデベロッパーサイトに書いてありますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。というわけで、MFI は以上となります。今日ですね、この後、ご質問がある方のご質問は全てお答えしたいなと思っておりますので、ぜひですね、何かご質問がある方は、ちょうど名刺交換でも、過去に名刺交換したことがあるよって方は別にご質問だけでも来ていただければと思います。というわけで、サーチコンソールですね。新しいサーチコンソール、すでに使ってますって方、どのぐらいいらっしゃいますか？よかったら挙手をお願いします。2割ぐらいですね。2割、3割です。ありがとうございます。まあ、新しいサーチコンソールは、個人的にはものすごい便利だと思うので、ぜひご利用いただければと思うんですけど、こちらは今古いというか、通常のサーチコンソールですね。まだ新しいサーチコンソール自体は、すべての機能がそこにあるわけではなくて、すごく限定的にですね、機能が追加されていて、今日は主にこの検索パフォーマンスレポートとインデックスカバレッジレポートのお話をします。で、この、今他にもアンプステータスレポート、ジョブポスティングレポートもあるんですけれども、アンプは実装されていないでは表示されませんし、ジョブポスティングはまだ日本で始まっておりませんので、上の2つだけでいきます。で、この検索パフォーマンスレポートは、検索アナリティクスと、かつてというか、現行のサーチコンソールという検索アナリティクスと同じ情報なんですけれども、実際に、Google 検索において皆さんのページがどのぐらい、どういったキーワードで、またはどういったページがどのぐらい表示されて、どのぐらいクリックされて、そしてクリック率がどのぐらいあって、そして平均掲載順位がどのぐらいだったのか、そういったことがわかります。つまり皆さんのサイトの検索結果上のパフォーマンスが分かるような、ダッシュボードのようなツールとなります。で、この検索パフォーマンスレポートがですね、基本的にはできることはそう大きく変わっていないんですけれども、一つ大きく変わったところがありまして、この期間が長くなりました。これまでの皆さんからいただいていた最大のリクエストが期間が短いということで、今までは90日間だったんですね。それが16ヶ月間までご利用いただけるようになりました。で、この16ヶ月さかのぼれるようになったということで、何ができるかといいますと、前年同四半期比というのを比較できるようになったんですね。例えば、4月に入った段階で、1、3月期の去年と今年のデータを比べるようにことができるようになりました。これまでは90日間のデータを割とまめにCSV なんかでダウンロードしておいて、それをそうしたデータを使って比較されたものが、このツールの中で、サーチコンソールの中で、前年度の四半期と比較することができるようになりましたので、そうした、データの解析という意味でも、相当パワフルなツールになったのではないかと思います。そしてもう一個ですね、このデータの比較というのはものすごいしやすくなったんです。特に大多数の方がレスポンシブのサイトを運営されているということで、レスポンシブのサイトに関しては、当たり前ですけど、デスクトップ版とモバイル版の URL が同じです。ということは、サーチコンソール上でそのデータが合算した数値が出てくるんです。で、今、モバイルユーザーとデスクトップユーザーって全然もう挙動が違いますので、ユーザーというか、デスクトップから見るときと、モバイルで見るときの挙動って全然違いますので、絶対にこのデータを分けてみるべきです。ですので、このフィルターの機能を使って、きちんと分けてみてください。で、このツール、このサイトも、こうしてみていただければ、見えますかね、数字。お分かりいただけると思うんですけども、今、モバイルとデスクトップで比較しているんですが、このデスクトップの数値とモバイルのクリック数、一番左がクリック数になるんですけれども、クリック数はほとんど一緒なんですね。15.4万と、この 15.3 万です。こうですよ。で、15.4 万と 15.3 万で、線も違うじゃないかって話もあるんですが、割と近いと思う。ところが、表示回数見てみますと、PC の方が7352万で、モバイルの方は2794万なんですよ。半分以下、3分の1とまでは言わないですけれども、相当数字が違います。表示回数がこれだけ違うのに、クリック数はほとんど同じということは、クリック率を見てみますと、モバイルが 0.5% で、PC が 0.2 ということで、モバイルの方が2倍以上高いというわけで、もうモバイルとデスクトップのパフォーマンスっていうのは結構違うことが多いと思いますので、
必ずですね、こちら分けて、ぜひですね、フィルターをかけて、分けて分析しましょうというのが、まず、検索パフォーマンスレポートです。というわけで、インデックスカバレッジレポートいきます。早いですか？早いですか？通訳の皆さん大丈夫ですか？はい、頑張ります。なるべく丁寧に説明したいと思いますが、はい、インデックスカバレッジレポート。このインデックスカバレッジレポートは、完全にこの新しいサーチコンソールから出てきた新しい機能で、これは最初から知ったときは、こんなに細かい情報を出すんだというのはちょっと驚きました。で、どういうものかというと、まあ、皆さん先ほどお話ししたクロール、まあ、インデックスというステップの中で、Google はクロールした全ての URL をインデックスするわけではないです。検索結果の配信の対象としているわけではないです。じゃあ、どういったページを、どういったページというか、どのページが対象となっていて、どのページが対象となっていないのか、そしてそれがどんな理由なのかというのが分かるようになっています。例えば、このツールですと、まあ、今、エラーとなっている項目がありまして、このエラーのところをクリックしますと、今、285ページもあると。で、このエラーというのは結構深刻な話で、このステータスを見ますと、サーバーエラー、大バツバツとしたものに書いてあって、結構500万回のエラーというのは、割と深刻な、エラーだなと思います。じゃあ、それがどのページかがわからないと意味がないんですが、これですね、そこをクリックしていただくと、今、URL のところをマスクしても全然わかんないですけど、実際に URL が表示されます。そして、この右側のところに前回のクロールの日付も表示されます。ですので、この前回のクロールの日付と実際の URL がわかりますので、例えばこの日はサイトのメンテナンスをしていたとか、何か、この日はネットワークがエラーが起きていたとか、そうした一時的なエラーであるかどうかといった判断をすることができます。ぜひですね、こちら のエラーについては、こういった項目をチェックすることをお勧めします。で、このデータもこの画面だけでなくて、ダウンロードしたり、Google の、スプレッドシートなんかに落としてみたりすることもできますので、ぜひご活用いただければと思います。そしてもう一個ですね、このいろいろなステータスについて見ることができるんですけれども、この除外というのが少しかなり細かい情報が分かるようになっておりまして、この除外という項目、今、1、2、3、結構8つ、項目ぐらいいろいろ出ておりますが、この情報が、こちらね、一つ注意、ご注意いただきたいのは、すべて何か問題があるというわけではないです。例えば一番上見ていただきますと、ページにリダイレクトが今伝わりまして、ページにリダイレクトがあるというのは割と一般的なことだと思います。皆さんの計算の、そう設定されているものがそう出ているのは何の問題もあります。ただ単に Google は、ページがリダイレクトしていて、リダイレクトしている元のページというのは通常インデックスしませんので、そういうふうに扱ってますよということを確認することができます。ただし、思いがけないページがリダイレクトされているみたいなことを発見することができますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。また、ノーインデックスタグによって、除外されましたですとか、そういった、こんなところにノーインデックスしてないけどとか、そういったことを見ることもできますので、皆さんが、時々やっぱりフォーラムなんかでもご質問いただくんですけれども、この除外されたというものを全て解決しなくてはいけないのではなくて、何か思いがけない設定ミスみたいなものがないかどうかを確認していただければと思います。で、結構細かい検証ができてできますので、ぜひこちらをご利用いただければと思います。で、結構こちらですね、レポート、この画面をレポートとして他の方、チームの方々に共有したりすることもできますので、ぜひご活用ください。で、一つお願いがあります。こちらですね、フィードバックの機能がありまして、ぜひこちらフィードバックを送信というところから何かこのサーチコンソールについてリクエストであったり何かここのデータが正しくないですとかそういったことがあったらぜひ気づきがありましたらこちらからフィードバックを送っていただければと思います。 できれば英語でいただけると嬉しいです。でもし英語でいただけない場合はそれでも Google トランスレートとかでも構いませんのでとりあえず英語に直して皆さんの思いを伝えていただいて伝えきれてないかなと思うような場合は、最後の方に、アスク、僕、竹焼きですから、アスク竹焼きみたいなの書いていただくと、サーチコンソールのチームの人が、竹焼きに聞けばいい、この内容わかるんだな、みたいに思いますので、ぜひですね、最後、アスク竹焼きみたいな、フォームはディテールズ、アスク竹焼きみたいに書いていただくと、
あのサーチコンソールのチームの人がこの話の内容重要そうなんだけどどんな内容なのみたいな感じで僕に質問を送るかなと思いますので、ぜひですねこちらご活用、ご活用というかフィードバックいただければと思います。で実際にこのサーチコンソールの今のバージョンのにもですねこの、皆さんのフィードバックというのは非常に役立てておりますので、ぜひ本当にお送りいただければと思います。そしてスピードアップデートです。スピードアップデートについてはもう今更あまり何かあのいかスピードが重要ですみたいな話はする必要はないかなと思うんですけれども、結構ですねいろいろな、まあ、データがありました。まあちょっとここはそうで、まあ、こんなデータもあります。結構やっぱりスピードがユーザーがやっぱ遅いとユーザーが離脱してしまう、開く前にいなくなってしまう、スピードは重要です。でこれまでもこのスマートフォンでの閲覧というのはいろいろなあの流れがあって、結構この10年ぐらいですかね見ていくと、やっぱり最初はもうレイアウト、いわゆるスマホ対応みたいなものができていなかった時代はそういったものが最大の問題でしたし、その後はやっぱりあの、まあ、さまざまな例えばあのインタースティシャル、モバイルの画面にインタースティシャルをやられてしまいますと全ての画面が覆われてしまいますので、そういったものをランキング要素にして表示させないのですとか、いろいろなモバイルユーザーにとってまあ、あの不便な状況というのを解消するような形で Google 検索も、まあ、対応してきました。今の一番最大のポイントとしてはこのスピードアップデート、このページの読み速度が次のユーザーにとっての、まあ、あの不便なところということで、この2018年の7月、もうすぐですね、よりこのページの読み込み速度をこのモバイル検索のランキング要素として使用します。でここがですね、あの使用するんですけれども、すごく細かく何かランキング、あのスピードによってこのページが高くなるとかこのページが低くなるとか、そういった形で細かく調整されるのではなくて、あくまでも、まあ、本当に遅い体験を提供しているような場合に、まあ、ページについて影響するような要件になっております。でこの非常に申し訳ないんですが、このページが皆さんのサイトが何かこうしたあのランキング要素の影響を受けるかどうかということを直接、まあ、試すあの調べるようなツールというのは今後提供する予定はありません。ですのでぜひですね、今日ご紹介するこうした2つのツールなんかを使って皆さんのページが実際にどういう状態であるかということを検証していただければと思います。1つ目はページスピードインサイツというツールで、2つ目がライトハウスというツールになります。ページスピードインサイツについては結構使ってる方も多いかなと思うんですけれども、まあ、こんな感じのツールになりまして、一つあのご注意いただきたいのは、使ったことがある方は、かつてはですね、これシミュレーターだったんですね。リアルタイムシミュレーターのような形で、今まさにシミュレーションして、これがどのぐらいの読み込み速度かっていうことを調べることができたんですけれども、今変わりました。こちらはですね、シミュレーターではなくなって、実際に Chrome のユーザーエクスペリエンスレポートというものがあって、そちらですね、実際に Chrome を使っているユーザーがそのページを開いたときにどのくらいの時間がかかったかということを実際の速度を測定しているんです。ですので理論値とかではなくて、実際のユーザーの環境でユーザーのデバイスで開いたらこのぐらいの時間がかかりましたよというデータを、まあ、集めておりまして、その結果が表示されています。でこのその時に、まあ、全ての世の中のというか、この Chrome ユーザーエクスペリエンスレポートの対象となっている全てのページの中で上位の3分の1の速度に当たるものはファースト、速いとして認定して、真ん中の3分の1に当たるものはアベレージとして認定して、そして遅いものを下位の3分の1に当たるものをスローとして認定しております。でその中で実際に中央値、この 50% のところがこのファーストなのかアベレージなのかスローなのかというところで、この今ページスピードインサイトを評価しておりまして、このページの場合は、まあまあ、中央値はファーストですので、このページは読み込み速度が十分速いという判断になっております。ただアベレージのユーザーも相当います。 20% ぐらいいますし、 14% ですぐらいはあのスローのユーザーもいますので、やっぱりまだまだ改善の余地はあると思いますので、ぜひですね、こうしたところを見ながらあの優先順位をつけて皆さんのサイトの速度の読み込み速度の改善なんかに使っていただければと思います。で結構ですね、この最適化についての、まあ、提案ということで、どこをどうすればいいのかという細かい、この JavaScript は
レンダリングを止めてるようですとか、この CSS を最適化した方がいいですよみたいなことが今の画面の下の方に表示されてますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。でここにいろいろなこうしたあれがありますので、最適化の提案またできている、こういった項目ができてますよみたいなことも書いてあります。で一つだけちょっとお伝えしたいのは、この unavailable と出る場合があります。この unavailable と出る場合というのは何かというと、実際にユーザーのデータがそんなにない場合です。実際にユーザーはそんなに使う、大変失礼ですけど、そのページがユーザーがあまり見て見られてないと、この Chrome のユーザーエクスペリエンスレポートにオプトインしているユーザーがそんなに見ていない。これオプトインベースですね。もちろんユーザーのデータを集計するので。ですので、この unavailable の場合どうすればどうしようもないです。ですので、次のこのレポートの更新を待つしかありません。このレポートの更新は確か2週間に1回だと思いますので、まあ、2週間後までぜひ待っていただいて、ですので毎日見ても変わらないです。ただ2週間ぐらい経つと変わりますし、実際に僕の知っている範囲でも、アンアベラブルだったものがアベラブルというか、実際データが出てきているものを見たことがありますので、ぜひ定期的にご確認いただければと思います。そして、ライトハウスです。ライトハウスは Chrome のエクステンション、またはデベロッパーツールから、Chrome のデベロッパーツールからご利用いただけます。このライトハウスというのはいろいろな項目がありまして、このスピードだけではなくてですね、PWA、プログレッシブウェブアプリの、対応状況ですとか、アクセシビリティですとか、まあ、SEO という項目なんかについても見ることが可能です。で、僕はすごい面白いなと思うのは、このですね、この今赤く囲っているところを拡大するとこんな感じになるんですが、このミリセカンド単位で何ミリセカンドの時に皆さん のページがユーザーに どのように表示されているかというのを見ることができるんですね。で、例えばこのページですと 1.8 秒のところまでは実はほとんど何も表示されていなくて、 3.1 秒のところまでは実際タイトルぐらいしか表示されていなくて、 3.6 秒のところで初めて本文が出てくると、つまりユーザーが皆さんのコンテンツを利用できるようになるまでは 3.6 秒ぐらいかかってんだなというようなことを見ることができます。ですので、この読み込みのステップを確認して、どの部分を縮めるべきなのか、そういったことを、まあ、優先順位をつけることが可能となりますので、ぜひご活用いただければと思います。というわけで、スピードアップデートについては以上になります。というわけで、今後の情報収集についてはですね、の話に行きます。今後皆さんが情報収集するにあたって検索についてです。ぜひですね、まずご覧いただきたいのはこの google.com/ウェブマスターズ。基本的には全ての情報にこちらからアクセスできるようになっておりますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。で、公式情報についてはやっぱりブログで公開しておりますので、こちらの Google ウェブマスター向け公式ブログをぜひご覧ください。で、先ほどご紹介したクローズインデックスのような検索の仕組みなんかをもう少し詳しく知りたいなという方は、ぜひこちらの Hub Search Works という Google 検索の仕組みというサイトがありますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。そして、何かいわゆる SEO というものについて、まあ、検索、まあ、結果、まあ、最適化ということに対して、まあ、どうすればいいのかという、あまり基本的なことはあまり実際は知らないみたいな方は、ぜひですね、こちらスターターガイドというのが今ヘルプページになって、ヘルプページにありますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。何かご質問がある場合には、こちらのですね、ウェブマスターフォーラムというヘルプフォーラムというものがありますので、ぜひこちらでご質問いただければと思います。こちらのヘルプフォーラムに関しては、Google 社員が必ずサポートするような場所、お答えする場所というわけではないんですけれども、基本的にはユーザーフォーラムです。非常に詳しいユーザーの皆さんが参加されていますので、ぜひご質問いただければと思います。で、とはいえ僕の、まあ、ほぼですね、すべてのスレッドに目を通しておりますし、時々ですね、回答もしておりますので、ぜひご質問いただければと思います。実際こちらですね、ユーザーの皆さんですね。非常に詳しいユーザーの皆さんが参加されています。あと、Webmaster Office Hour というストリーミング形式での Q&A も行っておりまして、こちらですと皆さんのサイト、詳しい情報、URL なんか他のユーザーには隠した形でご質問いただくことができますので、ぜひですね、こちらの Webmaster Office Hour というものをご利用いただければと思います。で、この Webmaster Office Hour は、すみません、大変非常に申し訳ないんですけど、不定期に、まあ、大体毎月行っているんですけど、時期はですね、大体その
開催日の2日ぐらい前にアナウンスするんですが、その時はですね、大体僕のツイッターのアカウントを使ってアナウンスしておりますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。ジャンピングにですね。というわけで、相当な情報量だったかと思いますが、今日のまとめです。モバイルファーストインデックス、皆さん、もしサーチコンソール登録されている方は、もう通知が来ているかもしれませんので、ぜひ通知が来ていないか見てみてください。でまだレスポンシブでない方は、ぜひ先ほどご紹介した項目をチェックしてみてください。で新しいサーチコンソールがあるので、使ってみてください。ぜひ使ってみてください。インデックスパワーエッジレポート、ヘルプ記事にかなり詳しい説明がありますので、ぜひ使ってみてください。そしてスピードアップデートは、先ほどご紹介した2つのツールなんかを使って、ぜひですね、このスピード、皆さんのページが遅くない、ユーザーに対して本当に遅い体験を提供していないかどうかをご確認いただければと思います。というわけで、Q&A の時間はすみません、ありませんので、私の講演は以上となります。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。質問したい方も中にはいらっしゃると思いますが、先ほどもお話しいただいたように、名刺フォーマットをしていただけるということで、少しこの部屋の中に来ていただいて、講師がいらっしゃらないということなので、ぜひこのセッションの時間終わった直後の時間を使ってですね、ぜひコミュニケーションを取っていただければと思います。というわけで、改めましてお話しいただいた金谷さんに大きな拍手をお願いいたします。